こんにちは、せいかです。今日は2022年10月18日の火曜日です。皆さん最近いかがお過ごしですか？私は久しぶりに京都に住んでいる友達に会いました。その友達とは外国で出会ったのですが、その当時一緒にシェアハウスをしていたのでとっても仲がいいんです。でも帰国してから友達は京都、私は東京に住んでいたのでなかなか会えなくて、先日ついに会うことができました。その友達と東京のいろいろなところに行ったので、今日も東京の素敵な場所を紹介しようと思います。今日紹介する街は浅草です。浅草は有名ですよね。東京を旅行する人のほとんどが行くと思います。電車は銀座線、都営浅草線、東武線、つくばエクスプレスが通っているそうです。浅草には雷門という有名な門があります。浅草といったらほとんどの人がイメージする有名なシンボルですね。まず浅草に行ったら雷門で写真を撮ってください。そして門をくぐると浅草寺というお寺に続く道があります。その道は商店街になっていて、食べ物が売っていたりお土産が売っていたりします。お店は真ん中の道だけではなくて、一本外に出た道にもたくさんあるので、ぜひ行ってみてください。浅草は食べ歩きで有名なので、歩きながら食べやすい食べ物がたくさん売っています。甘くないものだったらメンチやコロッケ、おにぎりなどがありますし、甘いものだったらお団子やアイスクリーム、メロンパンなどがあります。私は学生の時よく浅草のメロンパンを友達と一緒に食べに行っていました。それから今回久しぶりにその浅草の道を歩いたのですが、可愛いいちごのスイーツのお店がたくさんありましたね。ハートの形になっていたり、マカロンがついていたり、お団子とあんこの上にいちごが乗っていたり、いろいろな種類がありました。インスタ映えすることもあって最近流行っているみたいです。ちなみにインスタ映えというのは、インスタグラムにその写真を投稿した時にインスタグラムのフィードがパッとおしゃれになることです。今の時代はインスタグラムを趣味として楽しんでいる人が多いので、インスタ映えは大切ですよね。はい、そしてその長い道を歩いたら浅草寺に到着します。今紹介した雷門と商店街と浅草寺はもともと有名な場所ですが、実は浅草の周りには素敵なカフェやお店がたくさんあるんです。今日は2つのお店を紹介しますね。1つ目は味噌重というお店です。このお店は最近とても人気がある味噌汁とおにぎりの専門店です。私はお昼の時間に行ったのですが、味噌汁とおにぎりとおかずがセットになって1500円ぐらいでした。味噌汁もおにぎりもいくつかある種類の中から選ぶことができました。朝だったら朝ごはんセットというメニューがあって600円ぐらいだそうです。朝もいいですね。いつか行ってみようと思います。このお店は中がすごく日本っぽい雰囲気で落ち着いていました。なんかおばあちゃんの家に行ったような、そんな気分になりました。そして味噌汁とおにぎりがすごく美味しくて幸せでしたね。味噌汁の中には具材がたくさん入っていて、一般的な味噌汁と比べるとかなり豪華な味噌汁でした。本当に美味しかったのでおすすめです。このお店はさっきも言ったんですけど、今日本でかなり人気があって週末は長い時間待たなければならないんです。なのでぜひ平日の朝に行ってみてください。それから私たちは浅草を散歩した後に喫茶店へ行きました。
喫茶店というのは日本に昔からあるスタイルのカフェですね。コーヒーや紅茶などの飲み物を楽しめることはカフェと変わらないのですが、雰囲気や食べ物のメニューの内容がちょっと違うイメージです。私たちが行ったお店の名前は昔ながらの喫茶店という名前でした。店内の雰囲気は本当に喫茶店そのものでしたね。きっとこのお店に行ったらスターバックスなどのカフェと喫茶店の雰囲気の違いがわかると思います。どちらもいいと思います。私はどちらも好きです。で、そのカフェで私はフレンチトーストを頼んで、友達はパスタを頼んでいました。美味しかったですし、とにかく雰囲気がいいのでおすすめです。浅草を散歩して疲れたら、ぜひ行ってみてください。そして、最後におすすめの場所が一つあります。それは、浅草文化観光センターです。この場所は、無料で入ることができて、8階にはテラスがあるんです。テラスから、浅草の綺麗な街を眺めることができます。浅草寺方面だけじゃなくて、スカイツリーの方面も見れます。無料で入れますし、夜は夜景がすごく綺麗なので、ぜひ行ってみてください。ということで、今回は浅草を紹介してみたのですが、いかがでしたか？浅草は有名な雷門や浅草寺へ行くだけじゃなくて、食べ歩きも楽しめますし、素敵なお店や喫茶店などもたくさんあるので、ぜひいろいろなことをして楽しんでください。それでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のラジオでお会いしましょう。さようなら。